金ヶ崎の危機から脱した信長だったが、長政の裏切りと濃姫の落命は天下一新への道に大きな影を落とす。信長との対決姿勢を鮮明にした越前の朝倉義景は、長政と連携して近江進出に向け動き出していた。対する信長は濃姫の仇討ちを公言するとともに、浅井朝倉への報復討滅を決断。家康にも加勢を要請して大規模な討伐軍を催すと、近江姉川を挟んで浅井朝倉勢と対峙した。姉川の戦い。兄上、三河の精兵を率いてただいま到着しました。家康、遠路大儀であった。皆も聞け。金ヶ崎で機長が何者かに撃たれ命を落とした。この先俺は機長の死に関わった者たちのことごとく相応の報いを受けさせると決めた。天下のためではなく恨みをすすぐための戦となる。依存ある者は去るがいい。止めはせぬ。俺はどこまでも信長殿と共に。仇が浅井であれ朝倉であれ、いずれは潰すべき相手。天下一新の成就にもつながりましょう。その潰すべき相手が動き出しましたぜ。朝倉勢はすでに近江に入ったようで。向こうがその気なら好都合だ。出陣する。俺のやり方見せてやろう。役に立つからな親父。晴らさねばならない。まずは浅井朝倉から撃つ。物だ。進め。お方様が亡くなられたらしい。だが俺がなすべきは姫を守ることだけだ。父上、本陣は私にお任せください。味方援軍より伝令、敵に進路を阻まれ戦場に到着できないとのこと。信長のやつ、落ち着いて戦場を見ている。怒りに任せて動いているだけじゃないらしい。鬼柴田の底力舐めてもらっちゃ困る。Yeah!
討ち死に。おお、やるではないか。よし、進軍せよ。前線を北に押し上げるぞ。阻む敵兵は残らず切り捨てよ。長野さん、こぞましいのね。道を塞ぐ奴らを倒せ。面目ねえ。伝令、戦場に最下衆が現れました。何、最下衆だと。最下衆め、俺たちを狙ってやがる。これより加勢いたす。前線の押し上げがなったか。この勢いで奴らを完膚なきまでに叩く。朝倉の陣営が長く伸びているな。側面をつけば容易に崩せるはずだ。蹴取られぬよう慎重に。しかし迅速に対処しなくては。家康様のあの動き。なるほどな。んじゃ、オイラも力になりますか。よっ、家康様。朝倉の横腹をつくんだろ。オイラにも手伝わせてくれよ、秀吉殿。ああ、まさしくその通りだ。俺がやる。そなたの女性、心強い。共に参ろう。仕掛けて勝ったつもりか。甘いわ。開門。俺たちのやり方で信長を超える。今だ、衆をかけろ。考えた、長野さん。俺を出し抜こうとて無駄よ。この策がなればきっと兄上のお役に。フルート、秀吉殿。もちろんや。オイラの力を信長様にもっと認めてもらわねえとな。やられてしまいましたか。開門。切り崩す。全ては兄上のため。みな、朝倉勢を突き崩すのだ。越前の平穏を守るため。負けられぬ戦、何としても敵勢を食い止めるのです。開門。家康たちの働きが際立っている。これで一層攻めやすくなろう。やっぱり俺じゃ信長を超えられないのか。くそ、弱気になってる場合じゃねえのに。討ち死に。討ち死に。打ち死に。目障りだ。壊してくれ。俺を打つけとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。信長殿の勇士が俺を強くする。耐えきれ、引かせてもらう。かかってこい。
ださいだっ受けこの信長こそが天下無双よ討ち死に敵将ぶっ飛ばした討ち死によお手柄じゃねえか戦う相手ではなかったか本陣を落とせば戦は終わりよ浅井の勝利めがけ進め進め引き崩す悪い手ではないが見えすぎて敵勢の狙いは本陣だ阻止しろ ここまで追い詰められるとはいけませんね開門信長はあそこか今度こそきっちり仕留めてやだろう親父はやらせねえ恨みはないがここで死んでくれ最下衆の棟梁が残っていてこの俺を殺せるものなら殺してみようあいつが最下衆の棟梁かあの鳥の門なんだか見覚えが残念だったな長野さんお前では俺には勝てん討ち死においお前金ヶ崎にいただろうおっとあの時の忍びかよこの俺を止めようとて無駄よ引き崩す存じたか。もうこんなもんだろ。もう黙って見ちゃいられねえ。もう開けろ。俺が出る。開門。そうだよ。長政様だけに背負わせたりしない。私も出るよ。私の心は長政様と共にある。長政様が囲まれてしまう。ああ、一体どうしたら。
俺がやる。くそ、絶対に諦めねえぞ。フルはなんだか。俺をうつけと侮ったか。ここは引くほかあるまい。信長殿の勇姿が俺を強くする。行けぜ。この俺を止めようとて無駄よ。行けぜ。覚悟してもらいましょう。行けぜ。この俺を止めようとて無駄よ。行けるぞ。倒せるな。壊してくれ。なんと苦がいない。この一戦では攻めきれなかったか。長政も義景も逃すと急ぎ体勢を整えて追い打つぞ。いや、相手も手負いだが、こちらも損害が大きい。これ以上戦を続けることはできまい。それに比叡山など浅井朝倉に加担する勢力も現れている。ことは慎重に進めるべきだろう。比叡山か。俺の邪魔をするならば奴らも潰さねばなるまいな。最下衆か。奴らは依頼を受ければ何でもする連中だ。誰ぞに雇われて俺を殺そうとしているのか。あ、黒幕は他にいるってこと？それじゃあ最下の棟梁を撃っても仇討ちにならないな。いや、糸口を掴んだだけでも大きい。美月、よくやってくれたな。俺、もっと頑張れよ。黒幕だって俺が探し出してやるからな。やめておけ。これ以上は深入りするな。不用意に嗅ぎ回ればお前が狙われるぞ。大丈夫だよ、俺の忍びの技がありゃ。ダメだ。お前が危険を犯さずとも黒幕はいずれ明らかとなる。